17分の電車乗るんですよ。あ、そうですか。あの、時はどちらは新潟です。どれぐらい安くなるんですか。コーヒー2杯ぐらい。コーヒー2杯ぐらい。一方、繁華街には花の自販機が。花屋さんが閉まってからでも彼女に愛の印を渡せます。こちらはぬいぐるみの自販機。価格は3000円から1万円まで。それにしてもなんで夜中にぬいぐるみを買わなきゃいけないのか。変わったところではこんな自動販売機も。なんと下着の自販機。店で買うにはちょっと恥ずかしいセクシーな下着も自動販売機なら人目を避けられます。一体誰が買いに来るのか。わお、これが噂の。すごい。とりあえずこの2つ買いますか。そしてどうしよう。喜ぶじゃないですか。絶対こんなの自分で買わない。あ、こんなちっちゃい。おお、放送した。なんか思ったよりちっちゃかったね。お友達が結婚するんで、そのお祝いというか、謝礼を兼ねた、なるほどね、プレゼントにしようかと思って。だからこういう部分で買うのは、まあ、買いやすい、あ、自動販売機だから、その下着の自動販売業者は茨城県にあると知り、早速飛んでみました。ところが途中立ち寄ったドライブインの脇にも下着の自販機が。あ、売ってんだ、こういうとこに。彼と彼女のペア下着。これいきます。さて、一体どんな形で出てくるのか。ちょうど缶ジュースの大きさのプラスチックケースにパックされています。なんかすごいな、これ。それにしてもどんな目論みがあって下着の自動販売を始めたのか。うららかな霞ヶ浦と下着とはちょっと不釣り合い。わお、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 すげえ。下着、うわー。田園地帯に見つけた下着の自動販売機会社。おはようございます。これ、はい、ここで作ってるんですか。そうです。え、自動販売機も作ってるんですか。そうです、すべて作ってます。あ、すいません、社長さんいらっしゃいますか。はい、私です。これを作ってる。そうです。社長さん、はい、いつ頃からやってるんですか。そうですね、9年前から輸入下着の通信販売から始めまして、はい、約今年で10年目になります。10年目。売り上げはこう伸びてる。あ、これ持ちながらやってるぞ。売り上げはこう伸びてる。伸びております。社長さんは高校時代松下幸之助伝を読み、事業家になることを夢にアメリカカリフォルニア大学に留学。帰国後、輸入下着会社を設立。あ、結構シンプルですよ。そうなんです。作ってる人って2、3人。3年前から自社ブランドの下着の製造に乗り出し、それを自販機で販売。今や年商3億円の企業に成長。実際に試着します。はい。え？あの、履けるものもあるんで、はい、はい、これなんか結構シンプルなんで、はい。あ、これは自分で履いたりなさる。はい。あ、履き心地どうですか。はい、いいですよ。結構これ難しいですか。そうね、難しいです。あの、ご自身でお履きになります。私、履いてます。え、綿のだけど。あ、え、履いてる綿ので、あの、大きい、あの、ティーバッグじゃなくて、うん、あ、フルバッグっていうのがあるんだよね。綿のであんだよね、うん、うん、それどうですか、履き心地。たっぷりして履きですよ。たっぷりして履き、あの、フルバッグなんかはね、うん、ティーバッグなんか履いたことないから分かりませんけど。履きたいと思います。
でも年だからね。いやまだ若いですよ。年なもんで。どっからそういうこういうですね下着、はい、自動販売機で売ろうとしたんですか。発想は。まあ人でもかからず24時間営業で、はい、で場所もあまり取らず、はい、売り上げが上がったもんですから、それから自動販売機の事業に力を入れてきまして、はい、今全国で200台ほど動いております。全国で200台動いてる。はい、フル回転。そうです。そうです。こうなってるんだ。はい、でこれが5個ずつ入る。そうです。これ今僕買ったのは、はい、筒状のやつさっき見せていただきましたよね、はい、あれはジュースの自販機でございます。これはタバコの自販機ですから、このサイズがですねタバコのサイズの、スーパーロングっていうサイズと全く同じ。タバコのパッケージの大きさと全く同じ、はい、同じです。パッケージの大きさはタバコと缶ジュースサイズの2種類。その理由はタバコとジュースの中古の自動販売機を買い入れ再生利用しているからなんです。それなら大幅な改造は必要ありません。その中古使わないで作っちゃえばいいじゃないですか。そうですね、ええ、そういうふうにしたいと思ってますけれども、ええ、非常にこれを1台作るのにもう何億っていうお金がかかるんですよ。何億？改造するのに1台いくらぐらいかかるんですか。そうですね、だいたい20万円ぐらい。20万円、ね、20万円ぐらいでできます。そして社長さんは次なるアイディアがひらめいた。これは何ですか。機械。お店も自動販売機と同じように24時間で、はいはい、できるようにということで、はいはい、2年前から、はい、当社で開発している、はい、ロボットスーパー24のテストコースです。中古の自販機を改造するうちそのノウハウに精通した社長さんは自動販売機による店舗の設立を思い立ったのです。販売品目は食品、日用雑貨、本、CD など。客はショーケースの中から欲しい商品を選びその番号を押し現金を入れます。すると商品を取りに機械が作動、1回の操作で5品目を買うことができます。自動販売機の機能を生かし人手を全く使わず24時間営業のコンビニを目指しているのです。ここはそのショールームで、この先2年間で200カ所に出店しようという社長の意気込み。こちらのコラムはですね、全てメーカーさんに1日100円でお貸しするんです。売り上げは 100% お返ししますので。あ、売り上げ何パーセントか取るんじゃなくて。取らないです。 100% お返ししちゃいます、出品者の方に。じゃどこで儲けるんですか。1日100円の棚代です。ああ、商品で儲けんじゃなくて棚代で儲けんだ。そうです。どれくらいお金かかったんですか。総額でいきますと6億円ぐらいかかります。6億、はい、かかってる。はい、社長さん今借金だらけですか。借金もたくさんございます。成功すると思いますか。絶対成功すると思います。それ言い切るんですか。はい、コンビニより売ります。ロボショップと名付けた無人化の店舗、その1号店が2月製のオープンを目指し準備中。あ、いたいたいた。あ、まだできてない。あ、社長、こんにちは。醤油とか、コーヒーもあるわ。梅干しも。梅干しもあるわ。はあ。こちらは地元のメーカーさんに出品していただいている商品なんですけれども。あ、こういう和菓子ですか。はい、地元のメーカーさんです。うまくいってんですか。正直なんです。苦労してます。何に苦労してるんですか。まず商品はいろんな形状がありまして、時々使えちゃうことがあるんですね。ロボットの心臓部であるコンピューター制御を一人で開発した小林さん。ロボットがどうやって落とすかちょっと見せたいんですけど。わかりました。いいですか。自信はそれこそ 60% ですけど、まだ調整中なんですよ。あ、なるほど、
ロボットの速度とかも今まだ調整中なんで、多分大丈夫だと思いますけど。大丈夫ですか、ええ、星製菓の社長さんですからね。どうですか、こういうなんか文明の利器というか。初めてだからね、我々も古い人間だから、はい、分からないけどね、ええ、うん、まだね、ええ、社長さん直々にどういうもんかちょっと見てみて、はい、ええ、これですか。そうだ、あんこ玉、うん、これちょっと あんこ玉。さあ、ここに出品しようとしている和菓子店のご主人を前にうまく作動しますか。失敗したら出品を取り消すかもしれませんよ。あれ、いますか。シナモン入ったんですか。え、シナモン入ってないみたいですね。あ、今入んなかったんでしょ。だから言ったじゃないですか、調整中だって。あ、そう、はい、もう一回やらせてください。もう一回、はい、はいはい、さて、小林さんの面目を施すことができますか。またもや失敗。大丈夫なのと疑いを持ち始めた和菓子店のご主人。何さ、すいません、メジャー。そして焦り出した小林さん。次第に顔が引きつってきた社長さん。6億円つぎ込んだ新商売の計画が水の泡となるのか。野人馬だけが面白がっている。ロボットと格闘し続け30分。大丈夫、もうあんこ玉売れますから。はい、大丈夫ですよね。絶対大丈夫でございます。大丈夫で、はい、松下幸之助に感化された社長さん。流通革命の寵児となるか、世間に轟くコンビニとなるか。24時間無人営業、富谷城新宿。24時間眠らない客がいて、24時間眠らない店があります。こちらのコーヒーショップにはコーヒーより別の目当てで訪れるお客さんがいます。今、子供から OL にまで人気のプリントクラブ。中には酔った勢いで大はしゃぎのおじさんだっています。やっぱこれ出てるんだ。出ました、音の顔が出ほとんど顔が出てないんだ。12時以降、ゲームセンターなんか入りにくいお客さんとか、普通の社会人の方、年配の方もかなりのワイワイガヤガヤ楽しんで何枚か取られてます。どうですか、こんな時間にプリクラ空いてるっていうのは。いや、空いてていいですよ、並ぶの嫌だから。この時間じゃないとやらなかっただろうし。ところ変わって巣鴨地蔵通り商店街、大勢の人でにぎわう通りも、日が沈み人影もまばらになると、一軒また一軒と店が閉まっていきます。ところが、辺りが闇に包まれた中、ポツンと一軒明かりが灯る店、そばとぼた餅を食べさせるところがあった。巣鴨で見つけたそばとぼた餅の店、本当に一晩中やっているのか。あ、どうぞどうぞ。これ、あ、大丈夫、有名な方じゃん。いえ、あ、ボタン持ち帰ってきたんです。そうそうそう、四つで、あんこいの、これいくつ入ってる。3つ入ってる。あ、じゃあこれでいい。はい、もう何年来ですか、ここ来て。いや、私まだこっち転勤したわけなんで、評判聞いて共にやらせていただいて。じゃあこの近所ではもうすごい有名な。有名ですよ、もうよくいらっしゃるんです。まあ、私がもう小学校の頃からも知ってたから。あれ、何年前って聞いちゃ失礼ですよね。いや、言えないですね、それは。この道何年ですか。まあ、ちょっと言えませんけどね、もう40年近く。40年。はい、もう24時間の草分けですよ。ザルボタセット、これ美味しいですよ。なんか妙な組み合わせですね。ザルそばとおぼた餅がね、ええ、
本当に合うんだ。お客さん笑ってるじゃないですか。